大手信紙共有録火曜日に格週で登場政治学者の中島武史さん今日はリモート出演ですがなんかいつもと背景が違いますよろしくお願いしますどうもこんにちは今日今日それどこですかなんか後ろえっとね自宅のちょっと別の部屋からごめんなさいそうなんですねいつもはねなんか白い円柱が後ろに見えてるんですけど今日なんか板板壁がね見えてはい今日なんかリハーサル室みたいなねそうです感じですそうですかご自宅からということで。 はい。今日のテーマが「世論と手のひら返し」うん、はいということなんですけど、うん、あのちょうど、まあ、今もです、ね、サッカーのワールドカップのカタール大会っていうのが続いていて、うん、まあ日本はあの決勝トーナメントに進出したけれども、えー、クロアチアに PK 戦で負けて敗退と。 と、はい、いうことになりましたですから、ベスト16まで行ったんだけれど、うん、ベスト8にはまあ進出できずと、うん、いうことになったわけなんですけれども、うん、まあ私もずっと見ていてです、ね、あの寝不足になったりしながらです、ね、応援していたんですが、終わって今今日まで,です、ね、やはり選手の皆さん、日本に帰ってこられてからも、評価が高いというんですかね、みんなよくやったねっていうふうにして、温かいムードになっているかなというふうに思うんですけれども、はい、けど、このプロセスの中で,です、ね、私、やっぱり、うん、 ちょっと引っかかったところがあったんですね。うん、で、それはあの、どこだったかというと。あのグループリーグで三試合ありました。うん、で、第一戦目に、あのドイツと戦ったわけですけれども。ここで、あの、はい、日本は歴史的な勝利を収めるわけです、ね。はい。うん、で、この後はもう。 絶賛というか、賞、うん、賛の嵐で、監督も素晴らしい采配だったと、うん、そういう話になっていたんですけれども、2> うん、第2戦目ですね、うん、事前でもここは勝てるんじゃないかっていうふうに思っていた、コスタリカ戦で日本は負けたわけですね。で、負けたらですね、これインターネット上を中心にですね、あの、 うん、森保監督の采配はおかしいとかですね、批判の今度は嵐で、非常にこう代表は叩かれたわけですね。はいうん、しかしです、ね、第3戦目で今度もまたあの優勝候補の一角であったスペインにです、ね、日本は勝利をすると、はい、そうするとここでまたころっと世論は変わってです、ね、うん、弱かった、素晴らしい、森保監督、最高っていうようなです、ね、うん、そういうふうに、まあ。 手のひら返しって一部で言われましたけれども、うんはい、えそういうことが起きたわけなんですね。うん、で、私はあの、坂詳しくないのでですね、あの、私はずっとただ応援していただけなんですけれども、この一連の世論の動きっていうのに、私はやっぱりこう、うん、少し怖いものを感じたところがありました。うんはい、で、何をですね、私ちょっと早期した思い出したのかというと、うん、これは2006年ですから、もう、 15年以上前なんですけれども、うん、2006年の8月15日当時の総理大臣は小泉純一郎さんでした、うん、でちょうどあの小泉さんから第一次安倍内閣に変わろうとするときなんですけれども、うん、この小泉さん任期の一番最後のあたりに8月15日に靖国神社の参拝をしたんですね、うんはい、で、まあ、これをあの強行しました、うん、でこの強行した後にですね記者会見で小泉さんはこうおっしゃったんですね 8月15日を避けても批判反発がある。いつ行っても同じだ。ならば今日は適切な日だ。とかですね、うんえー。いつでもこだわるのはマスコミだ。とかですね。うん、とにかくいろいろみんなが反対するけども、自分はこう断固たる決断でこれを観光した、はいえー。参拝をしたんだ。うん、そしてそれには常に自分には抵抗勢力がいると。うん、その抵抗勢力には屈しないっていう、こういうあの、表明をしたんですね。うん で私はあの今日議論したいのはですね靖国神社のこの参拝のです、ねうん、是非ではなくてその時の世論なんです、うんうん、でこの世論調査っていうのがあってですねあの小泉さんが靖国神社の参拝をする、えー、直前にですね、うん、行った世論調査では、うんうん、えこれはあのやっぱり行くべきでない。 と考えている人が、うん、行くべきだっていうふうに言った人を 2>、うん、まあ2倍ぐらい上回っていたんですね、うん、圧倒的に日本の国民世論っていうのは今こういうふうな状況の中で小泉さんが靖国神社に参拝するのはよろしくないという判断をしていましたしかし8月15日にそれでも小泉さんは強行して、うん、えー、そして抵抗勢力にはしない断固たる決断っていうことを強調したらですね、うんうん この直後の、ですね行った後の世論調査は、ですねこれ、結果が反転してしまうんですね。うん、行ってよかった、参拝してよかったっていうのが、うん、行くべきでなかったを上回るっていう結果になったんです。うんうん、で、私個人としては、個人的な考え方では、現在の靖国神社についてですね、うんえー、首相の公式参拝っていうのはするべきではないと考えています。し、はいえー、しかしですねあの 参拝するべきだというふうに考えている人がいてで、その人たちの意見っていうのは僕はずっとこう、うん 書かれてるものを本を読んだりとか勉強になったりするんですね。うん、中にはですね、意見の中で、なるほど、あこれはあの理が通ってるなっていうふうに思うところもそういった人たちの意見の中にはあ,あるので、うん、まあ私もその度に考えて、ただまあ現在のところをですね、うんえー、首相の公式参拝っていうのは避けるべきであるというふうに考えています。で私はね、その是非の問題ではなくて、ここで論じたいのは、うん、ここであの、ざっと と変わった人た人ちなんですねうん、うん、つまり事前には行くべきでないっていうふうに考えていたんだけども、うん、小泉さんが抵抗勢力なんかのこう意見聞かずにです、ねうん、断固たる決断で行ったんだみたいなそういう表明をした瞬間に、うん、かなり何千万人もの人がですね、うん、ザーッとは行ってよかったねっていうふうになっているんですね、うん、でねこのザーッと動いた層が私確信があるんですけれども、うん ファシズムを支えるそうなんだと思うんです。うん、あるいは非常に危なっかい時にですね、こう世論が動いていくっていうことの大きなうねりを作る人たちなんだと思うんですね。うん、で、あの、昔の日本人は世論と世論は違うっていうふうに言ってきたんです。うんうん、あの、そもそも漢字が違ってですね、うん 世論っていうのは、みこしっていう字を書くんですね。みこしの論っていうふうに書いて、世論と読み、うん、そして世界の世って書いて論ですね。こっちを世論っていうふうに言って、読み分けていたんですけれども、 これがですね、実はあの常用漢字の問題で、うん、世論見越しの方がですね、この世論の世の中の方にこう統一されてしまったので、うんはい、世の中の論と書いて世論とも読むし、世論とも読むっていう、そういう状況に今なっているんですね。うん、だから、世論と世論の区別っていうのが今、なかなかつかなくなってしまったっていう問題があるんです。うんうん、なるほど。うん、で、世論の方はですね、英語で言うとパブリックオピニオン。 っていうふうに訳せるもので、これはなんか公的な意見っていうんですかね。うん、公のところでみんなで論じ合うような意見っていう意味なんですけれども、うん、世論の方ですね。うん、はい。は、ポピュラーセンチメントっていうふうに訳すんですね。うん、これはあの、ポピュラー、大衆的なセンチメントだから気分ですよね。うん、大衆的な気分。うん、で昔の人たちは、やっぱり、 世論にはなっちゃいけないよねと。うん、やっぱり世論が大切だよねっていうふうにして、この区別をつけてきたんですけれども、うん、私はなんかこのですね、今回のワールドカップサッカーを見ながら手のひら返しっていう現象が起きたときに、うん、この動きやすい、気分化した何か、 何か、うん、あのー、やっぱり今内閣支持率とかもですねすごくこうですね何かしっかりとした支持があったりしっかりとした意見があるというよりは、うん、何かの加減でですねドーンと落ちたりドーンと上がったりっていうのを繰り返すっていうことが案外あったりします。うん、で私はジェットコースター化する世論っていうふうに言ったりしてるんですけれども、はい、これは 本当にパブリックオピニオンなのかな公的な意見なのかな、うん、それよりも何か気分の方ですね、うん、ポピュラーセンチメントの方になってしまってるんじゃないか、うんうん、この世論と世論っていうものの区別っていうのをもう少し私は考え直したいなというふうにこのワールドカップサッカーの推移を見ながらですねあの思ったりしました。ななるほどあのあれですよねなん敵地攻撃能力なんかも、はい、あの、ま アンケートの取り方がどういう命題で取ったのか分かんないけどこうアンケートを取るとなんかそっちの方がなんかこう量が多いというか、はい、主流の漢字がこうそのアンケートでは出ちゃったり今してますよね。そうです,、ねうん、ですからあの安全保障の問題っていうものを冷静に考えてというよりもですね 日本の周辺の国々との関係が悪くなってきたりとか、あるいはそういう危機が強調されるとですね、そういうふうな世論っていうのが動くんですよね。気分がした何かですねそ。そうなんですよね。ですから、あの、こういう政策を実行したいときには周辺の国との危機を煽るということを政治家はしがちなんですけれども、そういうことを私たちは冷静に見てですね、オピニオンとしてそういう状況に対峙しないといけない。 っていうのがやはり今とっても大切なんじゃないかなと思いますじゃあ例えばその、うん、いややっぱり今国防はね大事ですよって言われた時には、うん、確かに攻めてきたらどうしようって不安になる自分のそのまあ感情とか気分と、はい、いやいやでも今ここでその国防国防って言ってその軍備増強することが本当に国を守ることになるのかなと落ち着いて考えるってこう分けるってことですねそうなんですよね、うん、まずなんかこう防衛力を高めるっていう言い方をするんですけれども、うん 我々こう防衛力を高めるっていうことは相手国にとっては日本からのある種の攻撃能力のこう増強になるんですよ。はい、とするとそれにまた備えないといけないみたいなもういたちごっこになっていくっていうのがあるわけですね。ですから今、防衛費を2倍にしますっていうのは周辺諸国に対してはこう脅威のメッセージっていうのを与えていることになるっていうのも私たちよく考えておかないといけないんですね。 しかもそれが、まあ、今日あの番組の冒頭では言ったんだけど、なんかある閣議決定だけで、なんか国会にもかけずに、いろんなことが決まっていくっていう形にも、ちょっと疑問を持ちますよね。うん、そうなんですね。うん、やはりこの、 この国のあり方そのものがですね、大きく変えられようとしているっていう、そういう状況の中なので、やっぱりしっかりとしたですね、時間をかけたこれ議論をしないと、これはあの、何かこう進めていいような話では全くないんですけれども、どうもずる,ずる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 とこう岸田さんはですね、ここに来て急速に聞く耳を持たなくなりですね、そしてあの、こういった問題を進めようとしている、大変こう危ない状況にある。 そして国民、うん、はいはい、はい 国民もやっぱりそれ冷静に見ないといけないですね気分を煽られてはいけないと思いますよく世論調査ってあるじゃないですか大手のメディアが世論調査の質問表ね見てみると今日中島さんがおっしゃった感情気分の方に訴えるような世論に訴えるような質問とかそれから世論の部分冷静に考える部分で答えるような質問がちょっと混ざってるというかですね質問の仕方が世論と世論の区別がついていないという印象 受けること私はあるんですよね。例えば今の首相を支持するのは人柄が良さそうからだからとかねあったこともないの分かるわけないじゃないですか。でそういう世論調査のあり方についてはどう思われますか。いや本当にあの項目の設定の仕方次第でですね全然結論が変わってきたりするんですよね。そうなんですよ。今の問題でも例えば先に設問として最近周辺国との間にですね危機を感じたりすることがありますか。イエスノーっていうのを選ばせてまあそれは。 北朝鮮からのミサイルの問題とかいろいろあるのであイエスかなと思うわけですよね。はいはい、でそうしたらその後に防衛費を増強するべきでしょうかっていうふうに聞かれると、うんうん、あそれはするべきだ。 っていう風になったりするっていう風に、はい、一個目で気分の部分を聞いちゃうわけですね。そうなんですね。だ、うん、危機感あるよな、やっぱ心配だよねって思わせてから。防衛費って聞かれると、うん、あ、それはちょっとはぞね、増強した方がいいんじゃないかとか。うん、これ本当に、あの世論調査もやっぱり、しっかりとその設問のあり方っていうもの。うんうん、それをこう、冷静に見ないといけないですね。私たちもね。うん、うん。そうですよね。もう、敵地攻撃能力だってね。うん、もう、あの。 攻撃される前に攻撃した方がいいですかって聞かれりゃそりゃそうだって答えちゃうんだけそうなんか「座、ね、して死を待つのか」とか言われたらね、うん、なんかそうそれはやっぱり嫌、うん、だなとかね気分がでもね、うん、こっちが脅威感じて何かすることはまあ中島さんじゃないけど相手も脅威を感じて何かエスカレートしていく条件にもなってるっていうお話ですよねこれは。 はい、そうなんですよね、うん、はい。は世論と手のひら返しというタイト、うんはい、よくわかりました、はい、大切なお話を伺いました、うん、大竹選手公有録今日の担当は政治学者の中島武さんでしたありがとうございましたありがとうございました明日水曜日は北郎さんのご登場です、うん